DS PDS。えがいスパン京都ね、最近寝つきが悪いんでね、米軍式睡眠法ね、やっていきたいと思います。で、なんかやるとね、2分ぐらいで寝れるらしいんで、まあ、試そうかなっていう動画です。で、なんかみんなね、結構いろんな人がね、これいいですよ、これいいですよとか言ってんですけど、実際にやってね、実践して寝てる人はあんま見てないんで、口だけで言う人ばっかなんですよ。だから本当なのかちょっと検証していただきます。で、ここ最近ほんと寝れてなくて、3時ぐらい寝ちゃってんですよね。そのアニメ見たりとか、寝る前にスプラトゥーンしたりとか、そのラジオ感覚で動画を見てんで、こう寝ながらこう聞いてて、いつの間にかさ、朝起きたら、そのロケット発射のさ、動画がずっと流れてたりとかして、その寝落ち動画が基本的になんかロケット発射なんですよ。なんでロケットにたどり着くんだろうっていう。でも米軍式はね、米軍が使ってるぐらい、こう座りながらでも寝れるっていうね、やつなんで、今1時だし、寝ながらやるんで、もう多分やばいです。一瞬で寝ちゃうんでね、気をつけてくださいね。米軍式のやり方は、顔中心を、こう、なんだっけ。顔の筋肉の力を抜く、肩と腕のベッドや布団に沈め、なるほど。で、なんかね、人によると、最初に思いっきり、こう、キモって感じで力を入れてから、こうやるといいっていうのもあるんで、ちょっとそっちでやってみようかな。じゃあ今からも2分、覚えてくださいね。今、1時8分ぐらい。喋っても意識が飛んじゃうんで、もうスマホともさらば。もうスマホ良くないんですよ。これ悪魔ですから、これ。じゃあ一回めっちゃ力入れるね。もうトランスになるから。ちょっと待って、時計うるさい。こいつカチカチうるせえんだよ。聞いて。ちょ、タンマン。お前うるせえぞ。はい、では耳にね、トイレットペーパー埋めたんで、これでもう本気で、いきます。じゃあおやすみなさい。睡眠魔術師ダンテです。今から米軍式の睡眠法を教えていくよ。まず体中の力を入れてこう。入ったかな。そしたら顔の方から筋肉の力を抜いていくよ。ワン、ツー、スリー。どうだ、力抜けたかな。そしたら次は肩と腕をベッドや布団に沈めるイメージで力を抜いてリラックスさせるよ。ワン、ツー。もう寝ちゃったみたいだね。おやすみなさい。
つてな感じでね、薬に寝れたんじゃないですかね。ちょっと動画確認してぐっすり寝れてたか。まあうちのおじいちゃんね、 B 軍だったんでね、僕の技ですよ。アンドブスティー PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。